静岡県沼津市にあります宮田動物病院院長獣医師の宮田翔平です。今回はですね、慢性腎不全の療法食についてお話ししていきます。以前の動画で配信した慢性腎不全のお話の続きでもありますが、お家の子が腎不全と診断をされますと、皮下点滴のお話ですとか、お薬やサプリメントについて、またそれらと一緒に療法食のお話も必ず出てくることと思います。しかしですね、その病院から処方された療法食をなかなか食べてくれないとおっしゃる飼い主さんは実はものすごく多くいらっしゃいます。ある意味ですね、治療の一端を担う療法食ですが、それをどうしたら安定して食べてくれるのか、今回はその部分にフォーカスしてお話ししていきます。まずはじめにですね、なぜ腎臓用の療法食を食べてくれないのかについてお話しします。で、次にですね、療法食を食べてもらうコツについてお話ししますが、結論から言ってしまうとですね、療法食を一種類に絞らないこと、これがとても重要になってきます。特にですね、より療法食を受け入れづらい猫ちゃんの場合は、この考え方が非常に大切です。他にもですね、療法食を安定して食べてもらうためのいくつかの方法を紹介していきますので、お家の子に合ったものがあれば幸いです。当院のチャンネルではですね、今回の動画のように飼い主さんやお家の子にとって有用な情報を配信したりですとか、定期的に YouTube ライブを行って皆様のお悩みを聞いたりしておりますので、まだチャンネル登録がお済みでない方はですね、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは本題に参ります。まずはじめにですね、腎臓用の療法食に切り替えてもなかなか食べてくれない理由はですね、はっきり言ってしまうと美味しくないんですね。基本的に腎臓用の療法食として作られているご飯は塩分ですとかタンパク質が制限されています。腎不全とは腎臓の機能が低下している状態のことですので、できるだけ負担をかけないようにですね、塩分ですとかタンパク質が調整されていますので、あまり美味しくなくて食べてくれないということが一つ考えられます。腎臓用の療法食はですね、今まで食べていたご飯と比べて味が薄いですので、食べてもらうためには工夫が必要だというふうにイメージしていただくことが大切かもしれません。じゃあ実際にどのような工夫をしていくのかと言いますと、冒頭でもお話ししたようにですね、まずはじめに行うべきことは複数の療法食でローテーションを組んであげることです。そのためお家の子がどの療法食を食べてくれるかを探していきます。腎臓用の療法食はですね、各メーカーから様々なものが販売されています。香りや粒の大きさでも食べる食べないは変わりますし、ドライフードやウェットフードでも構いませんので、できるだけ多くですね、お家の子の味覚と相性のいい療法食を探していきます。しかしですね、手当たり次第に購入しても食べてくれないともったいないですので、動物病院では小分けになったサンプルフードをくれる場合があります。当院ではですね、まずは5種類ほどの腎臓用の療法食のサンプルをお渡しして、その中から食べてくれるものを探してもらいます。もしそれらの中で食べてくれるものが3種類あるとしたら、それらを日替わりで食べてもらって、食事に飽きさせないようにするイメージですね。次に2番目のコツは、その子の好きな匂いを療法食につけてあげることです。これはですね、特に匂いでご飯を食べると言われる猫ちゃんに有用な方法です。例えばですね、お家の子がお魚の匂いが好きな場合、かつおだしなどのだしパックがありますよね。それをパックのまま療法食の中に入れて少し振ってですね、一晩置いておきます。そうするとですね、その匂いがご飯に移りますので、それで食べてくれるようになることも多いです。この時の注意点ですが、だしパックの袋が破れないように気をつけてください。この方法はかなりおすすめの方法です。またこれはですね、腎臓用の療法食への切り替えの時だけではなくてですね、他の疾患などで別の療法食に切り替えないといけないという場合でも使えるテクニックですので、ぜひ覚えておいてください。香り関係でもう一つですね、電子レンジでチンするのもいい方法ですね。これはウェットフードだけでなくて、ドライフードの時でも使える技です。温めてあげて香りを立てると食べてくれる子もいますので、ぜひ試してみてください。最後にとても大切なこととして、療法食、お薬、サプリメントの優先順位を決めるということです。当院ではですね、お薬やサプリメントも大切ですが、腎不全の子にとってご飯を安定して食べることが一番重要ですよとお話しします。
腎不全と診断されるとお薬やサプリメントがたくさん処方されると思います。中にはですね、それらの服用を頑張りすぎるあまりですね、食欲が低下してしまう子もいます。お薬やサプリメントが食事をとることの妨げになっていることがあるということです。こういった場合はですね、安定した食事の延長線上にお薬やサプリメントがありますよというふうに考えてあげるといいかもしれません。そしてですね、腎臓用の療法食はあくまで腎臓に優しいご飯というイメージでよろしいかと思います。慢性腎不全は残念ながら現状治るということが難しい状態です。腎臓病に対する治療やケアはですね、いかに残された腎臓を守っていくかを目的としています。ですので、あまり腎臓用の療法食に固執しないという考え方も必要な場合があります。食べてくれないなら一般食でもいいですよとお伝えすることもあります。もちろんですね、腎臓用の療法食が腎臓にとって一番いい食事なことは変わりありません。ですので、腎臓用の療法食なかなか苦手だなという方はですね、今回お話しした方法をどんどん試していただいて、少しでも療法食を食べられるように一緒に工夫していきましょう。腎臓を守るためにはですね、様々な方法がありますので、まずはしっかり安定して食べてくれる食事を探して、並行してお薬やサプリメントを飲んでもらうことをお勧めします。ということで、今回は慢性腎不全の療法食についてお話ししました。今回お話しした方法はですね、どれが正解というわけではなくてですね、お家の子が少しでもご飯を食べようという気になってもらうためのものですので、全て試していただくことをお勧めします。今回のお話はですね、腎不全のステージによっても異なる場合がほとんどですので、お家の子にとってどういう選択肢があるのか、かかりつけの動物病院の先生と十分に相談してください。また最後にお伝えしたいこととして、腎不全と診断されたけど療法食をどうしても食べてくれずに悩んでいる、もしくはその食べないことを自分が悪いんだと飼い主さん自身を責める方が時々いらっしゃいます。このような状態になってしまった場合は、一旦その規制というかですね、ルールを緩和してみてください。大切なのはですね、100点満点を目指すのではなくて、無理のない範囲で継続してあげることです。腎不全はですね、残された腎臓をいかにうまく使って生活をしていくかが重要ですので、確実にできるものをできるだけ長い期間行うようにしましょう。以前もお話ししたようにですね、一番安心できる状態というのは、元気があっていつものようにご飯を食べてくれることだと思います。それを維持できるようにですね、療法食ですとかお薬サプリメントをバランスよく使うことで、少しでも腎臓に優しい生活を心がけてあげてください。ということでですね、今回の動画は以上になります。もし今回の動画がいいなと思っていただけた方は、いいねボタンを、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録しておいてください。それでは失礼します。以上 MH チャンネルでした。